今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万2,696人でした。7日連続で1万人を超えました。新たに感染が確認されたのは、10歳未満から100歳以上の1万2,696人で、7日連続で1万人台となりました。先週の月曜日から6,465人増えて、 三十一日連続で、前の週の同じ曜日を上回りました。直近七日間の感染者数の平均は、一万六千二百十六人で、前の週の二百一点三パーセントとなりました。重症者数は、昨日から二人増えて、十五人です。今日時点の重症者用の病床使用率は、十点零パーセント。 全体の病床使用率は38.5%です。また、80代の女性1人の死亡が確認されました。